お金を見たりね、匂い嗅いだりするとね、目が痒くなったり鼻が詰まったりする。ふとお金持ちでしょう。だからお金いっぱいあるしだもんでね、お金の匂い嗅ぐとね、ほらお金の匂いするでしょ。ここに銀行がある。しないよ。浜新という銀行があるでしょ。だからお金の匂いブーン入ってくる、風が強い日には。ふとね、目が痒くなる。嫌だね。みんなお金、お金見ても大丈夫？大丈夫。まあね、そういうもんでね。僕はダメなのね。匂いすると臭いって。え？匂いすると臭いの。何が？お金の匂いすると臭いの。お金の匂いと？はい、じゃあ勉強するぞ。何その粘土？わかったじゃん。粘土。まあね、これは簡単にね、まあやったね。こうして粘土で玉を作って、粘土ずるい。え？粘土ずるい。まあ皆さん粘土好きなの？好き。とか、それ知らなかったな。ここでこうしてやって、三角にするの？三角できるのね。三角。三角。どうして日本で三角かっていうとね、角が三つあるから三角って言うんですよ。知ってる。知ってる？ね、え、外国じゃこの角が3つあるから三角っていうんだそうですけど、ね、壊れないの？この角がね。で、日本では角の方外から見るわけね。外から見て角が3つあると。で、一緒に数えてみるよ。3、はい、1、2、3。トライアングルって楽器してる？キンコンカンコン、キンコンキンコンキンコンって言ってね。知ってる。トライアングル、トライアングルっていうのはね、英語じゃ三角っていうの。3つの角が中の角がありますよって言って、まあ角も角も同じだけどね。あ、四角だ。四角。それでこうしてやると、今度は四角。四角。こうしてやるとこれし、うん、こうしてやると四角。四角。一緒に数えてみるよ。三、はい、一、二、三、四。大体こんななんてやつは見てない人は5って言うんだぞ、あれ。3、はい、1、2、3、4。こういうお勉強だったね。まあこれもやったから今日はここまでしていこう。そして形を調べるときは角を数えます。いくよ。1、2って言ってみてよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。八角形。3、はい、1、2、3、4。四角形。三、はい、1、2、3、4、5。五角形。三、はい、1、2、3、4、5、6。六角形。これたくさんあるよ。三、はい、1、2、3、4、5、6。七角形。さあ、一つだけ他の違うどうですか、教えてくれる人。はい、はい、みんな言ってみろ。左から上。まあ、左の下、これ。左の上で。そうかそうか、ごめんなさい。一つだけ違うのはどうですか。みんな言ってみろ。左の上。一つだけ違うのはどうですか。左の下。何？左の下。一つだけ違うのはどうですか。左の下。何？左の下。一つだけ違うのはどうですか。あの赤いの。そう、赤いの。色、今度色で見るんだね。何？どれ？右から下。右の下。右の下って言った方がいいな。一つだけ違うのはどうですか。何が違うんだろう。右の上ってここになるよ。左の上だな。よし。そして線というのはね、もともと一本の線で棒でできてるんですけども、先のこの点をね、この黒いところを、ね、点っていうね、点点って言うな。点点。そしてそれを結んだのが線。本当はこんな丸く太く太さはないんだけどね。線にも点にも太さも大きさもないんですよ。ねえ、不思議な世界だね。点点。点点。線。でもないと見えないからな。だから一応線で書くわけで。点点点。点点点。点点点。線の発明ってのは大変なことだったんだね、これ。線線線。線線線。線線線。線が集まって形ができます。三角形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 。点点点点。点点点点。そして線を描くと、線線線線。線線線線。四角形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 。
か。それでは違うよ。そして形が出揃いました。丸。丸。小学校入るとこれをね、なんていうかというとね、泣き虫さんみたいな名前になるんですよ。泣き虫。えんってな。えん。そう、えん。えん。えんえんって泣くでしょ、みんな。泣かない？泣かない。泣かないか。えんってな。えん。三角形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 。書くときは三角形。やってみるか、三、はい。三角形。うまいうまい、もう一回かよ。三角形。三、はい。三角形。三角形。三角形。でも読むときは三角形。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 四角形。四角形。これ四角形なのね。四角形。でも、こういう綺麗な四角、長さも数の大きさも同じ四角形のことを、なんていうかな、真四角。真四角って言うんだね。まあ幼稚園から小学校1年生ぐらいまでは真四角って言います。でもね、名前は変わってくるのね。おたまじゃくしと変えると名前は変わるでしょ。同じようにね、大きくなって名前変わるのよ。ね。なんて名前言ったっけな、これ。今は真四角でいいんだよ。ちょっと言ってみてくれる？真四角。真四角。今日みんな元気ないね。真四角。真四角。でも大きくなるとね、長四角。おたまじゃくしじゃなくて長四角。長四角。長四角じゃないんだな。ちょっと難しい名前だな。正方形。正方形。正方形。さん、はい。正方形。もう一回いくぞ。正方形。正方形。読むときは正方形。正方形。長なんて。そうそう、長四角。でも小学校入るとね、名前は変わります。長方形。長方形。違った。四方形。さん、はい。四方形。四方形。四方形。さん、はい。四方形。書くときはそういうふうに書くのね。四方形。四方形。さん、はい。あの人もトイレ忙しいね。読むときは長方形。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 これは長い四角だから、長四角なんてふざけて言いましたけども、そんなことありませんね。長くても短くても長四角。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 長方形。長方形。三角。三角。この三角がいろんな集まるって、これをこうしてみるとこれ何に見える？これヨットに見えるでしょう。2個になるとこれダイヤモンドね。3個になるとお船ね。4枚重なるとなんかビルみたいだね。ここに三角は何枚ありますか？5、4。おお、おばさん、5だな。これ5ですよ、3、はい。5枚ですね。違う。僕あんたの味方したらいいのいいよ、5枚。違う、やっぱり違う。なんで4枚？僕おばさん味方したのに。だって4個だった。そう。じゃあこれ何枚でしょう？3。何？3。これ何枚でしょう？5。これ何枚でしょう？4。これ何枚でしょう？1。これ何枚でしょう？7。じゃあ数えるよ。1、2、3、はい。1、2、3。ちょっとビーダムっぽくないね。3、はい。1、2、3。もう短い。1、2っていくんだ。3、はい。1、2、3。腹に近いって。1、2、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。誰だ今8いったるわ。え？トイレであなた知恵まで出しちゃったの？ダメよ。ね。知恵まで落としてきちゃう。わかったか？3、はい。1、2、3、4、5、6、7。山崎君さ、帰りのお母さん聞いといてよ。あの木曜日で都合いいかどうか。あ、まあいいけど。もう一回会ってないもんね、ずっと。広さもね、実は数えて調べることができるんです。いい？例えばこっち広いって今までそう言ったでしょ？狭い。それは見てわかるわけ。しかし、それはロジカルな考え方じゃないの。ね。いわゆる論理的な考え方じゃない。じゃあどういうふうに考えるか言ったら、広いのは分かる。だから本当に広いかどうかってことを調べるためには数えてみればいいの。だけど BW の人にもっと元気出せ。1、2って始まったばっかだから。3、はい。1、2、3、4、5、6。6個。6のヒーローさ。6